どうもこんにちは、今回はですねワークマンで2022年の冬物を購入してきました。今右側に見えているものが今回買ってきたものなんですが、フレームテックアライルフュージョンダウンリトルモンスターパーカーというものになってます。で、まあ、例によってですね在庫がなかったので今回はね M サイズを購入してます。M サイズはですね胸囲が88センチから96センチ、身長はですね165センチから175センチまでの人に対応ということになってますので、まあ、僕にはねちょっと小さかったとしても、うちの奥さんだったり子供だったりにね着させればいいかなということで、まあ、とりあえず在庫があった M サイズを購入してます。ちなみにですねサイズは M サイズと L サイズがあるようです。まあ、価格としてはですね税込みで4900円、これはね去年のものと変わらないんじゃないかなと思います。ちなみにですねこちらの方が去年のものです。去年というか、まあ、今年の春先ぐらいまで売ってたものなのかな。まあ、とりあえずこれが去年のものです。ちょっとね区別がつきにくかったりするんですが、今年のモデルはこっちの方になります。これが2022年モデルなのかな。でこちらのですねリトルモンスターパーカー、なんでリトルかっていうとですねこれが去年のモデルになるんですけども、このね見てわかる通り丈がねちょっと長かったんですよね。丈が長かったから、まあ、例えば街中とかで着ようとするときにですねどうしてもちょっとなんかこうベンチコートっぽくなっちゃって、まあやっぱり丈が長いのが気になるという人が多かったみたいです。まあそういうこともあってですね今回はちょっと丈が短くなってます。丈が短くなったので、まあ、街中でも着やすくなってるというふうに確かにカタログかなんかでは書いてあったような気がします。で、去年モデルですよね。去年モデルに関しては、まあ、これ色がちょっとオレンジっぽいのかな、まあちょっとアウトドアっぽい色合いではあるんですが、あのこの色合いが嫌だっていう人とかもね結構いたっぽかったんですよ。これ2色ぐらいあったのかな、2色ぐらいあったんだけど、この色がね残ってたんだけどこの色が嫌で買いませんでしたみたいなコメントもね確かあったような気がします。今年のモデルに関しては、まあ、ちょっと、選びやすい色になったのかな。確かこの紺みたいな色とあと茶色だったかな、なんかとりあえずもう1色あったと思います。まあ、街中でも着やすい色になったってことですよね。僕はね全然これ嫌じゃないんですけど、まあ、どっちかというと嫌というか気に入ってる方なんですけども、まあ、この色があんまり好きじゃない人もいたってことなんでしょうね。で、まあ、ちょっとねあのせっかく2つあるんで、まあ、比較をしてみたいなと思うんですが、まずポケットですよね。ポケットはまあ同じものかな、おそらく同じものだと思います。こうなんて言うんだろうな、ここにねポケットがこう中に隠れてる感じになってるんですよ。だからこう入れてここにポケットがある感じなんですよね。こう中のものが外にね飛び出しにくいっていう特徴があるポケットになってます。これは去年も同じですね。去年も同じ感じです。で、ここの胸ポケットですよね。胸ポケットも、同じかな。こっちでもありますよね、同じ。内ポケットあったっけな、内ポケットがここにありますね。ここにあって、まあ、1箇所か、まあ、こちらも1箇所ですね。去年と同じ、まあ、基本去年と同じなんでしょうねきっと。ちなみにこっち側なんですけども、こっち側のサイズはですねフリーサイズです。フリーサイズしか残ってなかったんでこれを買ったんですけど、ちょっとでかいですよねやっぱり、まあ、シルエットとしてもでかいし、まあ、丈も長いしっていうような感じでした。まあ、特徴としてはこの袖口かな。袖口も、風の侵入がしにくくなってるっていうのと、この裏のですねブラックアルミがあるので、だいぶねあったかいです。この辺とか本当にあったかいです。で一応ここもね絞ることができるので、まあ、ちょっとシルエットの調整みたいなのができる感じなのかな。でここの部分なんですが、ファスナーになってます。ファスナーがあって、まあ、ファスナーで首の上まで留めることもできますが、まあ、それとは別にねこのスナップボタンっていうのかな、ジャンプボタンっていうんだろうか、とにかくこうパチッと留めるボタン、これが 1,2,3,4 箇所ついてます。でこれ去年も言ったかもしれないんですが、このファスナーがですねあのこの全体の感じに比べてちょっとちっちゃめというか、まあ、なんか普通サイズなんですよね。なので、まあ、もうちょっとファスナー大きい方がこう上げ下げしやすいんじゃないかなという感じはあったりします。まあ、あとダブルファスナーにするとかね、そうしてもらえると、まあ、使い勝手も向上するのかなと思うんですけどね。このリトルモンスターパーカーなんですが、一応ですねフレームテックというものをもう一度ねおさらいしておこうと思います。このフレームテックっていうのはですね防油加工がされた火の粉などの飛び火に強い特殊加工素材を使用しているものになります。でもう一つのですね素材であるフュージョンダウン、こちらに関しては汚れや匂いを落とせるアライルダウンということになってます。なのでこの服洗えます。でついでに他の特徴も言っておくとですね、まあ、ダウンなのでやっぱり軽いです。軽いっていうのと耐久撥水、
撥水加工がされているので、まあ、少々の雨とかであればね、結構水を弾いてくれるんじゃないかなというのが期待できます。実際僕もねこれ濡れたことがあったんですけども、やっぱり撥水してくれました。で一番のね問題であるこの火の粉に強いっていうところなんですけども、このフレームテックのね加工がされているズボンで一度ね試したことがあります。フレームテックって本当に有効なんだろうかということ でズボンの上にですねファイヤースターターで火の粉を散らしてみたりもしたんですが、まあ特に問題ありませんでした。穴が開いたりすることもなかったので、このフレームテックっていうのはね焚き火とかをよくする人にとってはかなりいいアイテムなんじゃないかなと思います。ポリエステルの服を着ててですね焚き火をしたら穴が開いちゃったという方はね結構いるんじゃないかなと思います。僕もね盛大に穴が開いたことがあったので、それ以降はですね綿とか、まあ、その防油加工、なるべく火の粉が飛んでも大丈夫な、ズボンだったり上着だったりを着るようにしてるんですけども、なのでこういったですね溶けない工夫がされてる服っていうのは結構貴重だと思います。でこれはですね去年のモデルとの共通点にはなるんですけども、ここの襟の部分ですね、襟の部分がここマジックテープになってまして、マジックテープ外すとですねフードが入ってます。なので、まあ、フードが欲しいときはねこうやって出して使うこともできますし、まあ、ただですね僕的にはこのフード閉まっておいた方が、例えばね椅子とかに座ったときにね、なんて言うんだろう、ちょっと枕っぽい使い方ができるんですよね。なので、まあ、僕は個人的にはねこれこのまんま収納して使うのがおすすめかなと思います。そっちの方がなんかね首元が気持ちいいんですよね。ここからは実際に着てみた着用感をご覧いただきます。比較しやすいようにですね去年購入したモンスターパーカーと比較してます。僕の身長が168センチなので参考にしてみてください。フードについてですが、襟元がすっきりするのとクッションのように使えるので、使わないときはですねフードを収納しておくのがおすすめです。家族で使いたいという方もいると思いますので、家族全員で着てみた着用感をご覧ください。今回購入した M サイズだとだいたい150センチぐらいから着れるのかなと思います。ということで今回はワークマン2022年冬物フレームテックアライルフュージョンダウンリトルモンスターパーカー、こちらをご紹介してみました。モンスターパーカーとの違いはまず丈が短くなって着やすくなったのと、ドローコードが搭載されたことでシルエットの調整ができるようになってます。そして色が変わったことによってですね街中でも着やすいデザインになったんじゃないかなと思います。僕は去年はですねモンスターパーカーを着てましたが、冬場でもね間違いない暖かさの製品でした。今年もモンスターパーカーシリーズは在庫が少なそうなので、もしワークマンで見つけた場合は即買いが基本かなと思います。この動画を見て気になった方はぜひワークマンで探してみてはいかがでしょうか。それでは。